皆さん、こんにちは。今回は、令和3年度司法書士試験の前日ということで、僕の方から少しお話をさせていただきたいと思います。どんな話をするかと言いますと、まさか判例の解説をこの場でするということはなく、本試験に持ってっていただきたい考え方を2つお伝えさせていただきます。まずは1つ目です。1つ目は、僕が作り出した考え方ではなく、いろんな本を読んだり、動画を見る中で得た考え方になります。それがすごいいい考え方だと思ったので、皆さんに共有させていただきます。その考えっていうのは、緊張や不安がある状態をどう捉えるかなんです。やっぱり緊張してる方がパフォーマンスが発揮されるとか、緊張がない方がいいとか、いろんな考え方があるんですけど、そのいろんな考え方の中で僕がいいと思ったのは、緊張してる状態や不安な状態を自分に言い聞かせるってことです。具体的に言うと、今自分めっちゃ緊張してるわ。とかね。こんなに不安で大丈夫な自分。っていうふうに、まあ、自分にで自分にツッコミを入れるような感じなんだと思います。これは僕の捉え方が間違ってるかもしれませんけど。でも、そういうふうに自分で今自分の状態を正確に認識し、そして自分に言い聞かせること。緊張してるやん、自分。っていうふうにね、言い聞かせることで、逆にね、その状態が解消され、そして良いパフォーマンスが発揮されるというような考え方があるようで、これすごい良い考え方だと思うので、皆さん、本試験の試験開始時間までに、ぜひね、一度ご自身に突っ込んでみてください。めっちゃ緊張してるやん。はい、ちょっと言ってみてください。緊張してる。はい、そんな感じです。次、二つ目です。二つ目はですね、これから本試験までに何ができるかってことなんです。まあ今も勉強されてる方は知識がね、一つ、二つ、確実に増えていってると思います。その作業をできる方は続けてください。ただ、残酷な言い方になるかもしれませんが、今から本試験までの間に、飛躍的に知識量が増加したり、記述記問題の回答スピードが飛躍的に上がるなんてことはありえないわけです。じゃあどうすればいいかっていうと、知識量があまり変わらない。少しは増えるかもしれませんが、あまり変わらないってことを前提として、そのすでにある知識、っていうのを最大限発揮できるようにすることが大切です。飛躍的にも増えないんですから、今ある知識をすべて出し切れるかどうかっていうのが非常に重要となるわけです。じゃあ、どうやって出し切れるかっていうと、まあ、これまでの訓練にもよるんですけど、それとともに、出し切るって思うこと、ね。そういうイメージです、ね。クローゼットでも、引き出しでも何でもいいです。脳内にある知識を、こう、引っ張り出すようなね、イメージを持っていただいて、それをとにかく当てはめる。持ってる知識を全部出すっていう風に考えてください。これから、晩ご飯食べたり、お風呂入ったり、夜寝ますよね、布団に入りますよね。その時に、明日大丈夫かなって思ったら、引き出すだけ。当てはめるだけ。今ある知識を出すだけ。っていうことを何度もご自身に、言い聞かせてください。それとともに、さっきのツッコミを忘れなく。めっちゃ緊張してるやん、自分。大丈夫なのこれ。って言うだけでいいみたいなので、それをぜひね、やってみてください。ここで、あの松本先生から皆さんへの応援メッセージをいただいております。ここでしか聞けないメッセージとなっております。ぜひ、ご覧ください。松本先生、お願いします。はい、松本です。いよいよ、令和3年度司法書試験となりました。どうですか？緊張してますか？不安が大きくなってますか？その緊張や不安は、試験が開始されるまでゼロになるということはないと思うんですけれども、少しでも和らげられるように、そして少しでもそれを自信に変えられるように、私からお勧めしたいことがあります。これ、私自身が受験生時代に行ったことです。実は数ヶ月前から決めてたことなんですけれども、試験前日の夜に
今まで学習してきたテキストや過去問をすべて自分の机の上にこうやって並べていきました。縦に積み重ねていったんですね。そしてそれを試験当日の朝見て、これだけ勉強したんだ、これだけ頭の中に入ってるんだから受かるに決まってる、そう思ってから試験に行こうと決めてたんです。そしてそれを実行しました。実際には朝起きた時にですね、崩れてたんで急いでこうやって、まあ、積み上げて、まあ、そしてよし大丈夫だと思ってから行ったというのが実際のとこなんですけれども、まあ、皆さんもぜひですねこれ行ってみてください。もしこの動画をもう家出てから見てしまってると、試験会場に近づいているという方は、まあ、実際にそういうことをすることはできないので、思い出すだけでもいいです。今まで学習してきたテキストや過去問、映像としてここら辺に浮かぶと思います。ご自身の自宅の机の過去問、それを思い出してください。これだけ勉強してきましたから、これだけ頭の中に入ってるんで大丈夫です。そして試験が始まりましたら、とにかく一問一問冷静に解いてください。できる限り気持ちを上下されないようにしてほしいんですね。難しい問題ってダメかなと思わない。難しい問題だったら他の人もきっと間違えてます。逆に自分が正解できてるなぁという感覚が何問も続いた、そうなったらおごらない。今ちょっと自分調子乗ってるかもなぁというふうに思っていただいて、元の状態に戻す、冷静な状態に戻すということをしてください。ということで、気持ちが下がったり上がったりどちらもしないように、とにかく冷静に一問一問解いて、そして16時までとにかく点数を1点でも積み上げる、そこだけ考えてください。はい、では令和3年度司法書試験、いってらっしゃい。松本先生、ありがとうございました。それでは皆さん、令和3年度司法書試験、いってらっしゃいって言いたいところなんですけど、あと一つだけいいでしょうか。皆さんが司法書試験の現場において何をするのか、当然問題を解くわけですが、問題を解くときに意識していただきたいことがあります。それは過去問を探すということです。司法書試験で出題される問題のほぼすべての問題においては、過去に出たことがある知識が含まれています。もちろん、憲法や会社法といった例外的な科目はありますが、それら以外の科目はほぼすべて過去問の知識が出題されています。それを探す、過去問の知識を探すっていうことに集中してください。そうすれば、回答スピードは高まり、正答率も高まるはずです。改めまして、令和3年度司法書試験、いってらっしゃい。頑張ってきてください。